この秋、すみっこたちの日常に魔法がかかる。町に伝わる青い月夜の伝説、その伝説が現実に。魔法使いの兄弟と一夜限りのナイトパーティー。あれ、もう帰っちゃうの？って、その子はファイブじゃないよ。そして始まる残されたファイブと夢を叶えたいすみっこたちのすみっこ暮らし。魔法がうまく使えないファイブが起こすとびっきりの奇跡とは。映画すみっこ暮らし、青い月夜の魔法の子。え、すみっこたちも魔法使いに？